ハゲとは、頭に髪がないことを言い、肩までで切り揃えた、自動機の髪型、あるいはその髪型をした子供を指す。競技では、江戸時代の遊郭に住む道場を指す。当終祭写楽作、中山富三郎切れハゲ、平家物語では、平安敬に放たれる、平家法の密定として見える。おいらんとやり手とハゲ、正月飾りの準備をする心臓とハゲ、 勝川春亭が吉原、ハゲの髪型ハゲは、遊女見習いの幼女を指す普通名詞。本来は、おかっぱの髪型から付けられた名であるが、時代と共に髪を言うようになってからも、遊郭に住み込む幼女のことをカムロと呼んだ。7から8歳頃に遊郭に売られてきた女子や、遊女の産んだ娘が該当する。最上級の太夫や、または、オイランと呼ばれた高級女郎の元について、 身の周りの世話をしながら、遊女としてのあり方などを学んだ。ハゲの年齢を過ぎると、心臓となって、遊女見習いの後期段階に入っていく。島原では、芸人に付き添う幼女も、ハゲと呼ばれた。通常のハゲとは違い、遊女の世話を離れて、老主から、茶道、過道、行動などの英才教育を受けていた者を言う。大商人や、大神の武家を相手に、 人一倍稼ぐことのできそうな素質を持つ子が選ばれた。江戸中期頃までは、おかっぱ玉だったが、江戸後期以降は、吉原等では、ハゲ島田という髪飾りをたくさんつけた高島田になった。島原も江戸後期から戦前までは、日本髪を言っていたという。すすきの祭りの花魁道中のハゲ役の少女なぎなたほこの地語を補佐する二名の少年も、ハゲと呼ばれる。これは、 た悠久の遊女、または、芸儀が2名のハゲを従えていることになぞらえたものと見られる。鳩車社で遊ぶカムロ。歴史女装校より、平家物語には、平安時代末期に、平野清盛が実権を握った際、ハゲ、カムロと呼ばれた、多数のハゲの頭髪の同時を、平安境内に放ち、姿勢の情報、特に兵士に対する批判や、 防御の情報などを集めて密告させた、とある。ただし、平家物語は、軍記物語であり、同時期に編まれた、玉葉、区間賞には、その記述は見られない。聖戦版日本国語大辞典の解説、ハゲから言葉んく参考、平家物語から14歳、15歳のわらべを300人、選んで、髪をかむろに切り回し、赤いひたたれを着せ、刑の支柱を徘徊させ、 平家のことを足ざまに言うものがあれば、これを聞き出して、その家に乱入し、資材、造具を没収し、当人を捕らえて、六原に検測した。支中の者は、恐れて関わらないようにした。カムロは自由に宮中に、えで入りし、金門を通っても、生命を尋ねる者さえなかった。ありがとうございます。